こんにちは、翔太です。今回は新しく来た UR1000 の猛機ですね、について見ていこうと思います。まずは奥義になるんですけど、翔と李氏と MR 新キャラと猛機、この4名で知力レベル ×20、HP5% っていう奥義が解放することができると。まあ正直奥義のために取るキャラクターかって言われるとそうではないですね。で、帽子のキャラクターになっていて、スキルを見ていきましょうか。まず特殊なパッシブっていうのはないですね。先にパッシブ見ますね。攻撃力と HP が 44% で、会心地レベル ×240、体力レベル ×180 で、状態上耐性が 75% で、MP 上限がレベル ×300 で、UR1000 武器に知力値レベル ×240、攻撃力 18%、命中値レベル ×240 がついている。まあ、パッシブは普通ですね、正直。状態性もありますけど、75% ぐらいなら、まあ、あってもなく、まあ、あった方がいいですけど、まあ、安心できるかって言われると、まあ、帽子なので、なおさら、そこまで安心できないかなと思います。で、続いて、アクティブスキルのスキル1になるんですけど、敵4名に 700% の砲術ダメージで、毎回攻撃前、敵の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍。なんで、まあ、1400% になると。で、毎回攻撃後、100% の確率で2ターンの間、敵を燃焼罪悪。あ、罪悪状態にすることができるんか。これはすごいな、UR1000 で。UR1000 で燃焼罪悪にすることができるのはめちゃめちゃ強力なような気がしますね。MR キャラじゃないんで。で、すべての攻撃後、3ターンの間、自身が影光状態になり、MP の40倍のダメージを吸収と。燃焼罪悪っていうのは結構強くてですね、まあ、こちらか。毎ターン燃焼状態が付与されたスキルダメージの 50% の HP が減少で、自身がってこれ燃焼状態の相手がですね、有益状態であったり、生後状態ではない場合は、100%、与えたダメージの 100% HP カットしていくというふうなものになります。で、毒やけど重ねかけ可能で、残りターン数が3ターン以上の場合ですね、攻撃命中した時ですね、追加で燃焼の状態が付与されたダメージの 50%、HP が減少と。で、有益状態、あるいは生後状態が1つ解除されて燃焼罪悪のターン数がマイナス1される。あー、これ使えないのか。あー、ちょっと調整されてますね。2ターンの間しか、燃焼罪悪にすることができないので、この3ターン以上の時の、まあ、生後解除っていうのはできないですね。これは多分 MR で単数伸びるんじゃないかなと思います。2体化か。ちょっとあんまり、普通の燃焼と、じゃあそこまで大差、まあ、あるっちゃありますけど、そこはちょっと残念ですね。で、スキル2が敵を6回攻撃し、毎回 720% の砲術ダメージ。毎回攻撃前、敵が燃焼状態の場合、ダメージが倍になる。なんで、まあ、燃焼状態のキャラクターと組んでいくと、ダメージ倍というのは出していきやすいのかと思います。で、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合、さらに、自身知力値の5倍分のダメージが加算と。まあ、ちょっとこの条件は正直ですね、1000円装備とかつけてないと、なかなか難しいんじゃないかなとは思うんですけど、MR 化でどう変わるかっていうのは、まあちょっとこれただの火力になるような気がするんで、まあ MR 化してもって感じはしますね。罪悪のターン数伸びてもそれ別に他のキャラクターでいいやんって思いますし、まあ言うたら李氏でいいやんっていう風にも思っちゃったりするんで、まあこのキャラクターが MR で活躍するかって言われると個人的にはそうでもないかなという風に思いましたね。ちょっと今回新キャラとして来ましたけど、まあこのキャラクターが活躍することは奥義良かったら良かったんですけどね。まあこの前来たキャラクターだと奥義で筋力値レベル ×100 ってあったんで、まああれはさすがに取った方がいいかなと思ったんですけど、これだったらまあスルーでいいかなと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。